吉原本庁交差点、24時。あー、どうも。ザ・パイプカッツのポッドキャスト、吉原本庁交差点、24時でございます。本来なら、ザ・パイプカッツのメンバーがお話しするところですが、調子に乗りまくって第3回、私、欲求不満、五郎十郎がお送りします。このポッドキャストが、面白いか、つまらないかは、 あなた次第です。なんつってどうもすみません。私は、音声読み上げソフトなので、細かいイントネーションがおかしいかもしれませんが、その辺は、かにしてください。かにしてくださいとは、静岡の方言で、堪忍してくださいという意味づら。なんつってどうもすみません。その静岡の方言で面白いものといえば、やいあいがあります。やいあいは、 反対で使われることもあれば、枕言葉のように文章に付け加えて使われたりもします。意味は、東京弁の、やれやれ、いやいや、に近い簡単詞でしょうか。例文として、やいやい、困っちったな、おい、を直訳すると、やれやれ、困ってしまいましたね、となります。困った状況に直面したとき、やいやい、とだけ言うこともあります。 あら、つまらなかったですか、この話。どうもすみません。つまらなついでに、まだ話しますが、この静岡方言の中に、私が知らなかった珍しい方言が存在していたのです。その方言とは、ささら方さら。発音は、スタンカーメンと一緒です。静岡だけでなく、山梨、長野、埼玉でも使われているようですが、意味としては、めちゃくちゃ、 散々な目に遭う、だそうです。この、ささらほうさら。聞いた漢字は、ささ舟を川に流すみたいですが、もうささらほうさらだは、もうめちゃくちゃだ、という意味で、ささらほうさらでしたねー、は、ひどい目に遭いましたねー、という意味だそうです。え、退屈。どうもすみません。長年、静岡に住んでいますが、この言葉を聞く機会がありませんでした。え、 面白くない、それは、ささらほうさらだ、って、どうもすみません。ルーザダウンロード。